い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで2回戦かやっていこう。ふう、次は斉藤さんか、格闘系ってことで、私はアーマーガーデン行きたいと思います。ファイナルトーナメントもいよいよ2回戦、残った4人の選手のうち勝ち残るのは誰と誰だ。ファイナルトーナメント第2回戦第1試合ハプニングでのビート選手、第1回戦でのルリナ選手、勝利した最強のチャレンジャーアイラ選手、続いてガラルからでの申し子斉藤選手の登場です。かわいい、相変わらず。今度こそあなたたちの心を騒がせるような攻撃をお見舞いします。お手合わせお願いします。なんか足チクチクせんのかな、下草じゃないの芝生ですね。ジムリーダーの斉藤が勝負を仕掛けてきた。よし、頑張っていくぜ。ルチャブル、同じ飛行系やけど大丈夫なんかな。どうやったっけ。あなたが1試合多くても本気の本気を見舞いします。まあ、でも1試合1試合ちゃんとなんか回復してくれとるみたいやけんね、全然大丈夫やろ。お、効果抜群やん。ってことはもう余裕でやっていこう。へ、当たらねえよ、空中に浮いてるんだからな。おー、しかも自分でめっちゃダメージ受けてる。大丈夫、なんかなんか大丈夫びっくりしたんやけど、半分ぐらいこうなんか体力持っていかれたよ。体力とは、焦る隊列、これも格闘系やけんいけるね。飛行で、ここは一見虫タイプみたいに見えるんやけどなめっちゃそんな感じに見えるんやけどな。グレイブバード、まあ虫やとしても飛行でいけるけどねはい、効果抜群。おー、なるほど、反動によるダメージ。お、ゴルーグレベル48。オトスパス、オトスパスって誰だオトスパス、あー、なるほど、こいつねこいつね。あ、もうあれやね、ダイマックスでいける感じやね。よし、ダイジェット、ダイマックスからのダイジェット行こう。はい、巨大化、アーマーガー、行こう行こう行こう、余裕やね、きっと。ここは最初から格闘タイプでやってきたね。ルチャブルも確か格闘飛行やったはずやけん。ダイジェット、ハイパーツ楽勝すぎて。さあ、次は誰だ。お、ホルードレベル56。みんなも順調にレベル上がってくし。ネギがないと、ネギがないとも格闘やったよね。でもびっくりしたのが、ネギがないとってさ、こう、あ、カモネギもやけど、飛行タイプ入ってないんやね。いや、もともとはカモネギ多分飛行タイプやったと思うけど、どう見ても鳥やのに、格闘タイプだけっていう。ネギがないとになったらそこに鋼も追加するんやっけ、なんか忘れたけど。どうやったっけな。格闘だけですね。私のカモネギもネギがないとに進化させたいなって思いつつ、全然進化させれてない。踏ん張りどころです。私も一緒に頑張ります。お、怪力巨大化？ムッキムキ。もう全部壊しましょう。尊敬を込めて、巨大マックス。尊敬を込めて全部壊すというのは何その全部って、このスタジアムってこと。うわー、人型やけんより一層ウルトラマンっぽいよね。しかもちょっと悪役っぽい感じあの模様が。ダイジェット、はい、一発楽勝やったね。なんかあんな感じの模様入ってるウルトラマンおらんかったっけ、気のせいかな。ウルトラマンベリアルのことですかねふう、これで斉藤さんも撃破やね。次誰やろう。イエーイ、落ち着いてるね。
裸足の私が思わず裸足で逃げるような強さです。まあ裸足なのに靴履いて逃げ出したらちょっとびっくりするよね。どこにあったんって感じやし。斎藤を破れる。勝ったのはアイナ。ありがとうございました。あなたたちの勝負どうしても楽しんでしまって、負けて悔いはあるけれど清々しさもあります。ある意味では理想の勝負でしたね。これからも様々な出会いと試合があるでしょう。それらすべてがあなたたちの心の糧となりますように。それでは皆様、次の試合までしばらくお待ちください。2回戦の結果です。あ、木花さんや。なるほどね。頑張っていこう。おーっと、木花選手見事根津選手を撃破したようです。あ、根津さん負けてる。負けてる。まあそりゃそうやろうね。ジムリーダーの中で最強なんやろ、木花さん。そりゃやろうもね、ついてないわーって言うよ。妹よ、押してはいきませんよ。どういうこと？押すな押すな、ダチョウクラブ。アイナごめんね。私のリベンジ、兄貴に頼んだのに木花さんに負けちゃってさ。いや全然いいけど、兄貴がだらしないせいで私ら兄弟弱いって思われてるじゃん。いやいや妹よ、木花は本当に強いです。だがダイマックスを使わずに正々堂々と戦い、観客に凄さを示しました。分かっとうわ。だからこそ勝ってほしかったんじゃん。向こうは使ったんかな、ダイマックス。それとも合わせたんかな。私から見てもいい勝負だったのに。まあダイマックス使わんでも、あのタイプの相性とか考えたら普通にやっつけれたりとかしよるけどね。ね、アイナ、頼んだよ。あんたを応援するからさ。大事な決勝の前に騒がしくして悪かったね。木花選手がコートで待っていますよ。いい勝負を期待しています。木花はドラゴンタイプやったけん、ドラゴンは、氷？違ったっけ？なんやっけ？氷かな？よし、頑張ってこう。いまいちこう、ドラゴンがよくわからんのよね。ファイナルトーナメントついに決勝戦。無敵のチャンピオンダンデに挑戦するのは、輝く超新星、アイナ選手か。チャンピオンダンデがライバルと認める男、ドラゴンストーム、キバナか。よし、ここ、あ、もうこれで最後か。これで勝ったらダンデ？お前は本当に偉いよ。だってここまで来たんだものな。さすがチャンピオンダンデが推薦したポケモントレーナー。ライバルダンデを超えるため、あいつが選んだお前に勝つ。チームのメンバーも1対1に備えて仕上げてきた。一度お前に負けていて何をほざくと思うだろうが、ジムチャレンジの時の俺様と同じだと見くびるなよ。おー、言うね。しかし私もあれからめっちゃレベル上がってるからな。きっといけるはず。ジムリーダーの木花が勝負を仕掛けてきた。お、コータス。あれ、ここは炎とかじゃなかったっけ。あれ違ったか。ちょっと待って、アーマーガーでいけるんかな。ね、炎よね多分。炎地面とかじゃないの。タイプは炎だけですね。日照りだぜ、まさに燃える太陽。そっか、ここは天候を操るんやっけな、めんどくせえ。待って、とりあえず、あー水とかおらんや私。あ、でも草でいったら、え、どうなんやろ、いけるかな。わからねえ。氷はちょっと違うような気がする。でも、あ、そっか、炎か。炎やったら草じゃいかんね。え、何でいけばいいんだ。鋼でいけばいいんかな。ちょ、鋼の翼でいってみよう。あ、全然や。あれか、地面か。地面でいけばいいんかな。あー、寝るなよ。寝そうやね。ちょっと待って。地面、ホルードか。おっしゃ、ホルード行くわ。客席がアップになったりとかするんやね。なんか決めるのに時間がかかるときとかはそっちのアップになるんかな。あー、危ない！急所に。ちょ、待って。よし、地震で。行け、ホルード。おぉ、なんかちょっと残ったよ。でも効果は抜群。これは一旦。ああ、違う。その場で攻撃や。ああ、ちょっと待って。こっち地面系やけん。草効くわ。ああ、効果抜群。なんてこと。
なんてこと。やっぱりあれか。キバナさんは強いわ。一発じゃいけない。よし、ゴルーグ行こう。君も地面系でしょ。地団だで。ちょっと待って、回復とかしてくるの。くっ、今までの相手が一切回復薬とか、ま、使う隙を与えてなかったんか。やけん油断しとった。あと一回でいける。お、いいぞいいぞ、こっちの先手。オッケー。ふう。お、エースバーンレベル73。日差しが元に戻った。次は誰だ。ヌメルゴン。ゴンってついてるけんドラゴンっぽい。どんな理屈ですか。違う。わからん。そこ、どうしよう。アーマーガーで行く。よしよし、出てこい、アーマーガー。ただしドラゴンに鋼が効くんかどうかはちょっとよく覚えていないけれど、どうだろうか。かわいい。かわいいんですけど。あれか、あのちっちゃかった子か。どうしよう。鋼？飛行の方がいいんかな。ブレイブバード。わからんけん、とりあえず飛行で行ってみる。お？どう？効果は？別に抜群なわけではない。アーマーガーレベル72、ペロッパフレベル57、ゴルーグレベル49を続々と。バクガメス。なんかいかつい名前だな。とりあえずこのまま行く。このまま行きます。あー、なるほどなるほど。この子はドラゴン炎とかそういう感じ。ちょっと待って。あ、なるほど、地面か。ゴルーグ行くか。ってことはやっぱりドラゴンには地面ってこと？それとも炎には地面ってこと？どっちでの効果抜群なんやろ。いまいち把握しきれてない。炎ってことかな？日本晴れ。よし、頑張ろう、ゴルーグ。ほらよ、日本晴れだ。お前対策してきたか？いや、大してしてないっす。してないっす。おお、怖いんですけど。めっちゃ怖いんですけど。それこっちでもダメージくるやつか。あと一発いけ。あ、二回に分けてくるやつ。あー、ゴルーグー。ちょ、地面系が二人とも行ってしまった。ということは、ということは、ちょ、エースバーンで行こう。一番レベルの高いエースバーンで行こう。困った時のエースバーンですね。よし、行くぜ。いまいち誰でどうやって行けばいいんかが、ね、把握しきれんまんま、ドラゴンタイプ戦っていきよるけど。まあでもこれで、お、弱いぞ。弱いぞ。どうだ。でも炎系の技やけん、まあ、こっちへのダメージも少ないはず。そのなんかチラッと見てくる感じなんの。これカメなんかな。でもなんかめっちゃカッパっぽくない。頭の感じが。さあ次は誰だ。なんかあんまつかめんけんさ、ダイマックスどうしようって思うやけど、フライゴン。わからない。わからないよ。ここは草ドラゴン。見た目で判断したけど全然違うね。あ、氷か。氷フェアリー。あー、なるほど。ってことはパッチルドンで行こう、レベル的に。氷フェアリー、なるほど。じゃあもうパッチルドンは私は巨大マックスしていこうと思う。もうね、あっちも2体やし、レベル的にも別に負けることはないであろう。吹けよ風、呼べよ砂嵐。やめてー、あんま効かないだろうけど。はい、それじゃあダイマックスで大アイス。
なんであんな凍えてるのに自分が氷タイプなんやろうね。めっちゃ寒そうやん。おっしゃ、行くぜー。このスタジアムで2回目の巨大マックスやね、パッチルドン。かわいい。いつの間にか、パッチルドンがかわいいカテゴリーに。あ、向こうの攻撃が先なのか。ちょ、待って、こっち、電気も入っとるけん。大アイス。ひえー、怖すぎ。怖すぎ。巨大な氷に押しつぶされる。あれなん、絶対人間も避けるん大変やけん。ほう、やるじゃねえか。あられに変えるなんてよ。あ、そういうのちゃんと反応してくれるんや。へえ。やっぱ天候を操るけん、相手の方にも反応するんやね、ちゃんと。ジュラルドン。ジュラルドンはどんなんだ。キバナや、ダンデンに勝つんだろ。だったらここも勝つしかねえよな。まあ、ここで勝たんかったらね、ダンデンところには行けないから。あ、これか。どうなんやろ。あはー、なんか、ダメやね。ここには氷ではないっぽいな。あれ狂えよ、俺のパートナー。スタジアムごと吹っ飛ばすのはやめてください。やっぱり絶対斎藤さんも同じ意味で言ってよ、全部壊すっていうの。ここは電気か。え、違う？電気？ってことは地面がいいんかな。まあ、ただもうね、ダイマックスしてるのが、パッチルドンなんで、パッチルドンで行くけど。おっと、怖いぞ。それ格闘？飛行やけんか。でも飛行タイプはないよね、パッチルドンに。あれやろ？氷電気よね。ふぅ、もうゴリ押しやね。ゴリ押しやね、頑張っていこう。もう一回ダイアイスでやっつけれるはず。お願い、耐えて。あー、怖い。でも耐えた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 。よし、いけるわ。頑張れパッチルドン。私への応援歌はあるんやろうか、この中に。ダイアイス、よっしゃー。これで全員やろう。まあね、向こうもダイマックスしとるもんね。よし、いいぞいいぞ。ってことはもうこれでダンデーの挑戦権を獲得したわけだね、私は。やったやん。ふぅ、お疲れい。イエイ。決勝で負けて悔しすぎるが、記念に自撮りはしておくか。自撮り好きやね。めっちゃ好きやね。勝ったのはアイラ選手。ありがとう。俺様の愛しいポケモンたちが強くなるよりもさらにはるかにとんでもなく強くなりやがって。俺様も若いのによ。もっと若い奴らの成長には驚くしかねえ。未来しかねえな。勢いそのままにダンデをうっとせ。言われなくてもそうするよ。輝く背番号7、勝ったのはアイラ選手。推薦状をもらったポケモントレーナーが推薦状をくれたチャンピオンに挑みます。これでついにチャンピオンダンデに挑戦。素晴らしい。よ、いよいよだな。特別に応援に来たぞ。と言っても迷うよな。だって兄貴とライバルの対決だぞ。どっちを応援すればいいんだ。私を応援しろ。そんな泣き声なんやね、君。やっぱアイナか。だよな、ハロンタウンで一緒に旅立ったもんな。お、会話ができるのね。兄貴に勝てよ。お前なら無敵のチャンピオンを超えられる。ありがとう。二人ともありがとう。ふう。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあなんかね、いろいろあったけど、ついにダンデとチャンピオンとの
決勝戦、決勝戦、チャンピオンへの挑戦か。ふう、これでチャンピオンになったらもう終わりってこと？結局あの私的にはドラゴンに対抗するポケモンタイプちょっといまいちよくわからんかったけど、まあ勝てたし次のチャンピオンも頑張っていこう。